アインハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラーセンに属す、町村。ボルムスの東、約15キロメートルに位置する。アインハウゼンを流れるベシュニッツ川アインハウゼンは、ベルクシュトラーセ沿いのヘッシェスリートに位置する。オーバーライン地高台北東部の気候の良い場所に属す。ベシュニッツ川が流れる、町の周囲は、林業、農業用地である。アインハウゼンは、 北はグロースローとゲルンスハイム、東はベンスハイムとロルシュ、南はビュール下と、西はビブリスと境を接する。アインハウゼンは公式には単一の地区からなる。しかし、グロースハウゼンとクラインハウゼンの歴史的区分は現在も日常的に使われている。この町は768年に寄贈によってロルシュ修道院の所領となった。 宗教改革と対抗改革の15世紀から16世紀には2つの政治的すなわち宗教的に分離された村、プロテスタントのグロースハウゼンとカトリックのクラインハウゼンに分かれて発展した。1937年4月1日に、両村はアインハウゼンという一つの町に合併された。アインハウゼンの議会は31議席からなる。ズンガラ、赤字に、 金の橋の上に黒い屋根、黒い門、黒い二つの窓がある金の家屋。橋は、何、世紀もの間別々であった両地区の融和の象徴である。ありがとうございます。